オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。では早速お聞きください。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは。アンサンブルアンフランセフランス語講師の大輔です。お元気ですか？2月も半ばとなりましたが、通常ならばこの時期は多くの日本からの学生さんが卒業旅行などでパリを訪れます。街を歩いている時に若い日本人旅行客から道を聞かれたり、携帯を盗まれたので警察署まで一緒に来てほしいと頼まれたり、いろんなことがあったなぁと思い出します。日本と同じように長財布をズボンの後ろのポケットにはみ出して入れている若い男の子たちに、盗んでと言っているようなものだよと注意したこともあります。絶対ダメですよ。今の時期になるといつもそういうことを思い出して懐かしい気持ちになります。なかなか日本からは遠くなってしまったパリですが、早く自由に往来ができるようになるといいですよね。いつか必ずその日はやってきますので、その日のために今はしっかりとフランス語を勉強しておきましょう。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は1月半ばにデビューされたニナ先生をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。フランス語は発音がとても独特で、その優雅な発音が好きでフランス語の勉強を始めたという人も多いのではないでしょうか。ただ、いざ始めてみると、日本語にはない発音があったり、カタカナでうまく表記できない発音があったり、どうやって読めばいいかわからない綴りがあったりで、発音が難しいと感じる人もいらっしゃると思います。一方、フランス語は例外を除き、こういう綴りの時はこう発音するというのがかっちりと決まっています。ほとんど同じ綴りなのに、こっちの単語はこう発音するのに、こっちの単語では別の発音になるということは、例外を除いてほぼ起きません。フランス語の独特な綴りと発音ルールに関してはまた別の機会にご紹介したいと思います。日本でもあちこちでフランス語が使われていて、例えば香水のことをオードトワレと言ったり、化粧品などではボーテという言葉が使われたりしますよね。トラバーユなんてのも聞いたことがあるかもしれません。フランス語の仕事という言葉が語源になっているのですが、フランス語の仕事をするという動詞は次のように書きます。T-R-A-V-A-I-L-L-E-R。うまく発音できますか？あれ？フランス語では、あ、いと書くと、えと発音して、
EL や ELL または ELLU は EU と発音しますよね。そして語尾の UR はえですから VAI は V、 ELLU は EU、 UR はえなので、travelé、 travailler。 あれ、なんかどうしてもうまく発音できません。どこにどの発音ルールを当てはめたらいいのかよくわかりません。実はこの単語は travailler と発音します。この単語が発音しにくい理由として、発音ルールを当てはめたとき、2つの発音ルールが重なっている部分が挙げられます。 VAI VE の部分と ELL EU の部分。 E は一体どちらに使えばいいのでしょうか。このときどちらの発音ルールが適用されるのかがわからないと、このように発音ルールが重なっている単語をうまく発音することができません。このような時には、単語の後ろから発音ルールを当てはめていって、後ろのルールを優先してみましょう。travailler を後ろから見ていくと、語尾の er はえと発音します。その前は ELL ですので EU。 EU と E がくっついて語尾はイエとなります。その前には VAI があるので V と発音したくなりますが、この時 E はすでにELL の EU の発音ルールで一度使っているので、二度使いをすることができません。ですから発音ルールの RE を当てはめることはもうできないので、 R は単独で発音するため、 VR は VA となります。最後、語頭はそのまま TRAと発音します。 travailler、 travailler、 このように発音します。このように複数の発音ルールが重なって、どのように発音すればいいかわからなくなったときは、前から順番ではなく後ろから順番に発音ルールを当てはめ、後ろのルールを優先、発音ルールにおいてアルファベットの二度使いはできない。これを試してみてください。串カツのタレの二度付け禁止と同じように、アルファベットの発音ルールの二度使いは禁止と覚えておきましょう。EL、ELL、ELLU は EU となりますが、ELU と並ぶとイルと発音したり、 OEL はワルとなったりするので、必ずしもこの方法が全ての単語に当てはまるわけではありませんが、ぜひ試してみてくださいね。では最後に問題です。次の単語はどのように発音するでしょうか。コメント欄で教えてください。シャツや水着、M R E L L O T。 ニンニク、 R E L。 ではこれは羽、 R E L U。 わかりましたか。発音が難しいと思ったら
パズルをするように楽しみながら勉強していってくださいね。そしてもし私はもっと簡単に発音ルールを当てはめる方法を知ってるよという方がいれば、ぜひ教えてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は1月20日に講師デビューしたニナ先生の魅力をお伝えします。プロのエステティシャンでこれまでにたくさんのお客様を癒してきたニナ先生は、太陽のような明るさと包み込むような優しさでレッスン開始直後から生徒の緊張を解きほぐしてくれます。文法も発音も簡潔にわかりやすく教えてくれるので、フランス語だけの説明でも理解することができ、高い満足感を得られます。ニナ先生はレッスン中、生徒の話に心から興味を持って楽しそうに耳を傾けてくれるので、もっとフランス語で話せるようになりたいという意欲が湧いてきます。またニナ先生は間違いを優しく訂正するだけではなく、生徒にしっかり考えさせ、フランス語としてより自然な言い方や表現を教えてくれるので、楽しく会話力を伸ばしながら語彙も自然と豊かになります。心地よいテンポと刺激、そして安心感が魅力の講師です。レッスン開始の6時間前まで予約が可能ですので、気になる方はぜひ一度ニナ先生のレッスンを受講してみてください。ご予約をお待ちしております。さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランスお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。